こんにちは、松島里です。マダム・バタフライ、オペラの、歌劇蝶々夫人、こんなに分厚いスコアでもうボロボロになってしまってるんですけども、今日はキサラの部分に進みたいと思います。前回のビデオのリズムは4分の2でした。っていうこの四分音符を中心に2拍子で進んだリズムでした。プッチーニの音楽は、テンポが大変、激しく変わります。でその後にキサラキサラっていう風に、あの蝶々さんの躍動したドキドキしたピンカットに会えるっていう、そういう喜びの気持ちを、プッチーニはここで8分の音符を1として書いてあります。8分の4で一つの楽譜のね、そのボックスと私は読んでるんですけども、一つの箱の中に8分音符が4つ入ってます。8分音符っていうのはこう音符に羽がついてるような感じなので、イメージとして皆さんもこの 目から見たイメージで、四分音符よりもその重さが軽いというイメージを、持ってみてください。ですのでここでオーケストラがシンコペーションをねしてるんです。ファーラフラットド、この和音でシンコペーションをやっています。それでプッチーニがソステンドソステネンドソステネンドモルト、ソステヌートというイタリア語の言葉でソステネンドですから、そのまま現在進行で進んで進行形でまた行きますよ、ですけれどもここは8分音符を一つとして考えてくださいっていう気持ちを書いてあります。ロステッソモビメント、同じ動きでお願いしますよ。同じ動きというのは先ほど私が歌ったところですね、4分の2のところの、語りをと同じような動きをしてくださいと言っています。キサラ、キは誰、サラは未来形で、誰でしょう、誰かなっていうふうに2回言っています。キサラ、キサラ、えコーメサラジュント、このジュント、たどり着くという意味なんですけども、原型がジュンジェレっていうふうなイタリア語です。でイタリア語を発音するときにジュンジェレ、こう小さなレガートを上につけるような感じで、初めはピアノでクレッシェンドにしてまたピアノに戻るというような風に発音をしてみましょう。ジュンジェレ、ジュンジェレ、言ってみてください。ジュンジェレ。で、このジュというものは日本語にはない、ウの形で、口の中が結構こう丸い感じの音になります。これをね、大変可愛らしく発音することから始めましょう。ジュンジェレ、イタリア語の言葉を可愛く発音してで音をつけるという表現の作り方をしていきましょう。ジュンジェレ、ジュジュジュンジェレ。エコーメ、エっていうのはそして、コーメどうやって、サラここに来るために、サラ未来形です。ジュンとここにたどり着くためにどうやって来たのかしらと彼女は鈴木に語ってるんですけども、もう夢物語ピンケットのことを考えてね、自分の美しい光の中にもう生きてるんですね。サラ・ジュンとケディラ、ケ何よ、ディラ、ディレの未来形です。
何を私に言うかしら。ケディラ、ケディラ、ケは何、ディラ、ディラ、ディレが原型で言う。私に何を言うかしらを2回言っています。それで、キアメラ、呼ぶでしょう。ここ全部未来形です。キアメラ、ディラ、サラ、全部未来形です。ピンカエトンがまだたどり着いていないので、彼女は自分の想像の世界で鈴木に語っているところです。希望をね、すごいいっぱい希望を抱えてね、抱いてね。キアメラ、呼ぶでしょう。バッテルフライ。バッテルフライ。バタフライと私を呼ぶでしょう。ダラロンターナ。ダラダは何々から。ラは漢詩です。必ず漢詩がつきます。ラロンターナ。ロンターナ。L の発音の場合、下の先を上の歯につけて発音しましょう。ロンターナ。ロンターナ。遠くから呼ぶのよ。彼がね。いいよ、私は、センサダールリスポスタ。センサ、何々なしに、ダールは誰、あげるという意味です。リスポスタ、答えを、私はなしで、答えなし、私は答えないわ。メネスタロナスコスタ、メは私、ネは場所とかに、表現するため。時にね、このねという言葉を間に入れます。メネスタロ、また未来形が来ています。スターレが原形でスタロ、未来形でになっています。スタロ、ここでスターレいるとか待ってるとかっていう意味があります。メネスタロナスコスタ、ナスコスタは隠れてる、隠れるという意味があります。ですから、私はここで隠れて待っているのよというような、直訳になります。それで、ウンポーペルチェリア、ここが全部16分音符なんですけれども、8分の4拍子でプッチニが音楽の表現をしていますので、16分音符、タタタタ、タタタタ、ウンポペルチェリア、ウンポペルチェリア、いたずら心でいたずらの遊びを私はするので、そこのところで上のところにちょっと もう少しゆっくりしましょう、てん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 っていうのがかなり続きます。プッチンの書いたこの曲の、この部分でね、エウンポエウンポ、ちょっとだけペルノンモリル、死なないつもりで、アルプリモインコントロ、しばらくぶりに会ってないから死ぬわけにいかないの。ペルノンモリル、ペル何なのために、ノンはノンですね、モリル死なないために、しばらくぶりの出会いで死なないためにという直訳になります。で、これをね、初めにイタリア語で私がこう言ってみたように、まず繰り返して、皆さん発音を、ね、してみてください。例えばキサラ、キサラ、リズムがこうな感じになっています。エコーメサラジュンと語るんです。エコーメサラジュンと16分音符になってます。エコーメサラジュンと、ケディラ、ケディラ、何を言うかしら。キアメラバッテルフライ、このバッテルフライがとっても大切な言葉なので、はっきり言いましょう。ピンカートンが言うように、蝶々夫人にね、言うように愛を込めて、バッテルフライダラロンターナ、遠くから読むのよ。いいよ、センサダルリスポスタメネスタロナスコスタ、ここは全部16分音符になってて、同じラの音を繰り返して、今度はラのフラットを繰り返して、今度ミのフラットに下がっていきます。ここをかなりこういたずらっぽく
じらして歌うリズムを正確にっていうことを求められます。うんぽペルチェリア、ちょっとゆっくりしましょう。でだんだん遅くなっていきます。えんぽペルの森、ここに一番言いたいことが表現されなければならないので、そこの上にコンモルタパッションで情熱をいっぱい込めてっていう風に、のんもり死なないために、 しばらくぶりの出会いで死なないためにというところに行きます。そこのところにアクセント、もりリーレ死ぬ、書のフラットなんですけれども、コンフォルザ力を込めてっていう風に、書いてあって、ここからまたテンポが変わります。4分の3拍子になって、3拍子になって 1,2,3 拍子になって、四分音符が1つとなっています。このテンポがかなりこう激しく動くというのを、蝶々夫人のピンケットに対する愛情、それから3年ぶりに出会うというこの心理状態を、このようにプッチニが表現したと言えるでしょう。ここをソプラノさん、カンタンテ歌手たちは、この楽譜をしっかり見て、イタリア語を勉強して音楽の表現を、しなくてはなりません。例えばどのように、例えばね、どのように風に歌っていいかなっていうと、ここが一番リズムなんですね。8分の 4拍子でね、キサラキサラ、同じ言葉を2回言うときは必ず表現を変えましょう。キサラキサラエコメサラチョンとケデロケデラ、落ち着いてブレスをして、キアベラパテルフライタラロンタナイオセンサダラリスポスタメネスタロナスコスタウンポペルチェけれども、4分の3拍子に音楽が変わりますので、また次の機会、そのことをお話ししたいと思います。それでは次回にまたお目にかかりましょう。ご視聴ありがとうございました。じゃあね、チャオ、アリベデッチ。